はい、皆様ごきげんよう、あきよみです。今日はこちらのアイスピン S タイプの、ベアリング交換について、やっていきたいと思います。こちらなんですが、まあそこそこの高級ハンドスピナーの、決定版と言っていいほどかなり高品質で滑らかに回るものなんですけれども、ベアリングのタイプがちょっと特殊でして、それで、交換することが可能なのかどうかをちょっと今回この動画で検証していきたいと思いますので、やっていきましょう。でこちら分解してみると、後で手元で見るんですけれども、通常のベアリングが入ってるのではなくて、ちっちゃいベアリングが2個ついてて、そこの周りになんかスペーサーみたいなの、スペーサーっていうのかな、なんかこう側がついてるタイプとなってますので、その分解も含めて、見ていきたいと思います。では手元です。はい、ではまずアイスピン S の箱はこんな感じですね。持ってる方はもうご存知でしょうけれども、中を見ていきたいと思います。こちらはスピンギアで購入したので、ちょっと刻印が入ってるものとなっているんですが、本体、アイスピン S 本体と、1段出して、持ち運び用の袋、それと説明書になっております。でこのマニュアルを見ると、ベアリングが入って、開けると入ってるんですけれども、まあ必要がなければ分解しない方がいいと思います。で S の特徴、縦回転もできるんですけれども、ちょっと分解してみようとしたんですが、ここなかなか開かないので、もうここをやっちゃったらもうアウトだと思います。まあ分解できる方は分解して直せるとは全然思いますけれども、ここをちょっと外し方わからなかったですので、このメイン部分の交換ちょっと見ていきたいと思います。でさっき開けたのがこちらのスピンギアの方なんですけど、これはこのアイスピン S 絶版なので、パーツ取りとか予備用にしとっておいた新品なので、分解するのはこちらの使い古しの同じアイスピン S 中古で買ったものを分解していきたいと思います。でこれはちょっと置いておいて、まあ、通常のハンドスピナーの開けるのと同じように持ち手を回して開けられるんですが、分解器具ついてませんでしたので、まあ、ここ普通にもう手で開けられる方は手でもいいんですけれども、このようなちっちゃい板、ちょうどここの短い辺がここにちょうどジャストサイズだったので、ちょっと長さ見てみますね。これが 1.5 センチくらいあればちょうどはまると思いますので、それくらいの板をここに差し込んで、今回転させると開きます。で中出てきたベアリングがこのようなものですね。まあ、通常のベアリング、今手元にあるのがこちらなんですが、これは先ほど申し上げたように、ここただの何でもないベアリングの外殻部分となっておりまして、ベアリング本体はこの中のところになります。でちょっと薄手なんですね。なので、サイズ、
まあ、これくらいと厚さが、そうなんです、薄いんです。3ミリで、こっちのベアリングはこれくらいなので、まあ方法としてはまるっとこのサイズに置き換わるベアリングを用意するか、あとはもうここをぶち抜いて中の入るベアリングを用意するかになります。で、2パターン、まずは、ちょっとぴったりのサイズなかったんですけれども、こちらの、型番が R1240ZZ、 まあ、あのシールド付きっていう意味で Z、 読み方は知らないんですけど、あの素人なので、あのこれ使っていきたいと思います。まずお手軽バージョンですね。果たしてはまるのでしょうか。ここにちょっとダブつきますね。やっぱりサイズが合わないので、ここのでそう着して、ちょっと動いちゃいますね。ブレます。ブレますが一応使えなくもないです。はい、ということになりました。あのあれです、ブレが気になるようなら、あの差が 0.5 ミリなので 0.5 ミリ分厚みを出して動かなくすればブレは低減できると思いますので、R1240の企画は、こんな感じでした。次大掛かりになります。はい、では、ベアリング中身出していきたいと思いますので、ここを広げて、気休めのシリコンマットで、ここに台座にはめればいいので、これと、あとなんか適当に押し出す道具、これボールペン、三色ボールペンの先端部分なんですけれども、ここをベアリングの穴に押し当ててハンマーで叩きます。そうすると抜けますので、1個抜けたらもう一個もうそのまま押し込んで取り外しました。はい、中に入ってたの2個、こちらのベアリングになります。はい、で、似たような規格の DDL740 ステンレスのものをちょっと見ていきましょうか。
こちらサイズ比較近いものを選びました。ちょっと厚みがこっちの純正の方が 1.5 くらいなのに対して、こっちが厚いんですよね。2mm、 やっぱりジャストはないので、とりあえずそうですね、差があるので、これをここにはめ込んでいきます。はめ込む方法、なんか時計手製の道具で申し訳ないんですけど、手製の道具にここの部分で打ち付けたいので、これを打てるように先ほどのボールペンのキャップをつけて、あの垂直に入るように、ちょっと入りましたね。あ、入ってきました。で、あー、これくらいでいいでしょう。うん、2枚は入らないので1枚でもうしょうがない。あの 最終手段と考えてください。あのどうしてもベアリングがダメになっちゃった時の最終手段。でこれではめ込んで、これで、あ、もうこれが最適解だと思われます。はい、ベアリング規格が、DDL740、はい、もうシールドあってもなくてもいいと思いますし、あの素材ステンレスじゃなくてもいいです。あのサイズさえあれば、サイズさえ合っていれば、もうこれアイスピン S 補修可能です。はい、あ、よかった。もうこれでダメだったら動画お蔵入りになるところだったので、なんとか形になってよかったです。はい、あ、じゃあ別に僕のこれはダメになってないので、戻すとこまでやってみましょうか。もしあの完全にぴったり合うやつがあったら、合うベアリングが見つけることができたら、あの戻し方あの必要だと思うので、戻すとこまでやります。でまた先ほどと同じ方法でベアリングを外し、これは DDL740 ということで、でこっちの正しいベアリングを垂直にはめ込んで、でこっちもちゃんと曲がってないか確認しながらやってください。でこっちもきっちりはめることが大事です。ここぶれてると、あの最後はまりませんので、はまらないし、スピナーの回転にブレが生じますので、ここきっちりはめておきましょう。はい、大丈夫ですね。じゃこれを戻し、ベアリングカバーを、ベアリング止めつけて、
かり締めました。で持ち手をあら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 取れちゃった。つけが甘かったですね。つけが甘かったので、こっちからつければいいか。あんまりズボラなことはしない方がいいと思いますけど。はいはい、戻りました。はい、こんな感じです。では、おさらいです。ISPS の、外角に合わせる場合、R1240ZZ はこれはいまいち合いませんでした。で、中の外角からベアリングを外して中身のみ交換する場合、ダブルからシングルになるんですが、DDL740 を1枚だけ入れる場合は合ってました、厚みは サイズ何ミリだっけ、厚み4ミリくらいでもいけるので、まあ気になる人は自分で採寸してちょうどいい規格のベアリング探してつけるといいと思います。はい、では、この動画は以上です。皆様ごきげんよう。